意識するか。うん、今度いいじゃん。手前、そうそうそう。あそこで狙い方を気をつけないから、今みたいな失敗になる。そう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 。もういいじゃん。どうだ？楽だろ？でも一箇所まっすぐドーンと行った時にすごい横プレッシャー強くなったのあっただろ。左ターン、わかんない、覚えてない。お前悲しすぎるぞ。でも今のは全然膝の向きはいいから。とにかく足首これで動かす。そうすると今みたいにコンパクトに仕上がるから。話今すごい良かった。ああいう風にさ、上から遠くから行ってるようだけど、あの方がね、タイムでかかるから、練習だから、まっすぐ、おう、来たじゃん、今度1回で、ね、よし、よし、今度来たぞ。おそうそうそう、もう今良かったじゃん。今みたいに1回で来ればいいんだよ。うん、これできても、ああやって来るぐらいの意識、わかった。体、前出していけばできる。これを、散々やったじゃん、こういうの、あれをやって全部滑って、わかった。そこ気をつけてね。順太、今みたいに遠回りして1回目、今度はストックはこうやって持ってこい、長くて、こうやって両方2本束ねて、わかった。若干やっぱ内藤が強いんで、あれだと膝下動かなくなります。もう頭から動いた瞬間に膝止まっちゃいますから、足元から動かします。今さ、そこでスライドさせて、スライドさせてくるなって、あのもしスライドがあったら高いので、ライン取りは今良かったよ。ライン取りは良かったから、あとはあれで、ね、このゲートを通過するときにもっと外径を強くして、はい、こうやって離れちゃって伸びちゃって、伸ばさないで体の下に外スキーが入り込むような意識。意識はだいぶ良くなって、もっと足首膝使ってみ、足首膝を使って爪の角度をとにかくこうやって深くしていかない、ただ変えて、ね、なんとなく変えるんじゃなくて深くしなきゃ意味ないから、はい、最後の最後で体も集めて、あ、3本っていうのはそう、亀島さん、最後の最後で切り返す寸前でこうなりますね。だから推進力がまるっきりそこで死んじゃいますから。はい、お、うん、いいですね。今日滑ってきた中で一番安定してます。体も回ってないし。体も回ってない。